さあやってきました。今日はシーバスです。1年ぶりですか、ちょうど。前回ボツになったことは内緒ですか？内緒内緒、まあ、いつのことを言うんですか？ということで今日はシーバスといえばまさに。どうもお久しぶりです。今日もやってくださいよ。はい、頑張ります。危ね。はい、じゃあ頑張ってやっていきましょう。いい潮目なんやけどな。あそこまで届いてくれるかな。カラーチェンジします。クリアカラーにします。潮のタイミングはいいんですけどね。組み立てと満月なんで、ドリワーカラーを考えてます。クリアが欲しいんですけど、クリアがないので、クリア気味の、この白かなんかおるんかね。たまにピチャって言うでしょ。時々なんか当たるやろ。うん、この白っぽい感触があるけど、そんなこと言うとあれですけど、多分。よいしょ。釣れるんならもう釣れてる。水はすごく動いて、海岸の方も釣れてないです。確実に言えるのは宗さんの立ち位置の方がやりやすい。リオのルアーは結構おすすめです。なんかが引っかかりましたね。プン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 、フグちゃん、取れ高はこれで OK？ OK じゃないね。
最悪や。向こうの橋脚にカットイボが引っかかってなくなった。スナップが伸びてきた。これなんでこんなに流れ聞いとうのに。まさか向こうに引っかかるとは思わないとね。不安かな。もう使えるルアーがないやん、ほとんど。ちょっとなら向こうに行ってみます。向こう行ってみる。場所点で距離が出らんもんな、他のルアー。くそくそヒット。ちょっと取りに行きましょうかね。まあまあありそう。なんで食ったんすか。これはあのブルーブルーのやつ。ああ。よいしょ。もうパワーで。パワーで乗り上げた。釣り上げた。ごめん、さっき空振りしてすぐやったね。ムネさんが取ったので僕がハイエナしようと思います。お、頭がでかい。同じルアーの色違いでハイエナしようと思います。あ、しまった、プライヤー。まさにプライヤー取ってそこにある。75センチぐらいかな。80はないやろな。70あるっすか。70はあるやろ、いくらなんでも。細い。測ってみようか。メジャーあるよ、俺のバッカーの中に。はい、あれどういう引っかかり方したんや。これマサニーのやつ。そうです、ブルーブルーのアービンですね。アービン、これ一番信用してなかったのに。
あ、割と細長い。細長い。俺も最初ちっちゃいと思ったの。そんなに悲観やったし、50ぐらいしかないかと思ったんだけど。もうラインが絡む。暴れる暴れる。元気に。でしょ。ギリギリぐらいでしょ。ギリ70ないでしょ。70ギリある。あ、いた。頭が大きいのは意外と見た目よりちっちゃく見える。ああ、ギリ70。なんでここのシーバスで頭がでかいんかね。いつも思うけど。絶対頭がでかい。バイバイ。これ僕釣れんかったら機嫌悪くなるで。いやです今地合気筒かもしれんしね。空振りして3投目ぐらいでもう一回来たけど、お、もうやめるやん。もういいっすやめるのや、やめるって言ってくればいいのよということで今日は一応坊主じゃなかったかな、二人とも。そうです。俺はシーバス釣ったんだけど、はい、僕はあの、すみません、動画をお楽しみにということでした。ああ、疲れたなんか、エンディング、おっさん疲れが、二人が疲れ果てた動画あります。しかも俺今日顔出してないしせめてなんかまさに、あの、あれ言ってよ、あれやって、あのザブングの悔しいですああ、ということでね、なんかちょっとマサニーが残念な結果で落ち込んでますけども。疲れましたねキャスト練習になってしまった。ああ、そうですねということで、ご視聴ありがとうございました。あざした、お疲れ様でした。お疲れ様です。片付けよ。本当にグダグダやった。